5月18日になりました。即開塾の久保でございます。今日の相場解説、5時13分にお届けしておりますが、昨日の夕方のね、まあ時間帯で、一旦レンジを仮設しました。で、それがですね、上帝が129円の500、家庭が128円の800で、上帝の方は130円ジャストぐらいを考えていますんで、 まあ、ですから仮設置ということですよね。この間でレンジが測れると思います。え、昨日の時点でね、夕方ぐらいにこういう風にレンジの赤い線2本。まあ、ぴったりここじゃなくてもいいんですけども、大体いいここら辺に補助線引けた方っていますかね。かなりセンスがいいと思いますよ、そういう方は。うん、こういう風に自分の引く補助線と、まあ私というかね、えー、なんかこう、まあ、<laughs> 上手な人ってすごい言いにくいですけども、勝ってる人の おこの補助線をね、どのぐらいギャップがあるのかを確かめながら進めるとよろしいかと思います。えー、もちろんね、今までと同様に、私の方に、あのー、引いた補助線をメールとかで送っていただければ、えー、検させてもらいます。その際はね、一般公開をすることが多いと思いますので、えー、プライバシーに配慮しながらしますんで大丈夫ですよ。こうやって、えー、まぁ、あ、いろいろ試しながらね、 力をつけていきましょう。学んで試す。学んで試す。失敗して失敗から学ぶ。成功して宇頂手にならない。まあ、こんな感じで繰り返していけばいいんじゃないかと思います。それでは、現時点でのチャートを見てみましょう。じゃんということで。どうですかレンジ結構守られてるでしょうん。で、もう一回補助線をこの時点で引くとするとですね、うんと、こういう風になるんじゃないですかちょっと大きめに今回取りますね。ここと、 大体ね、下振れが上の方に修正されるんですが、まあ一緒でいいでしょう。ここ。この間のレンジでとりあえず大きく取っといて、もうちょっとシビアに行こうと思ったらね、こちらですね、ここを合わせていくといいですね。だから、どの、ローソろうそく足から、こうやって補充線を引くのかってことなんですよ。今回、状態はここと、ここと、実体のここという形で合わせて、 はこことここを、まあ、軸にしましたけどねこんな感じでポイントを上底で2つか3つ下帝で2つか3つ、えー、通してみると分かりやすいと思いますで最初に引いた大きめの上底の仮説っていうのはこちらのヒゲ先からちょっとですねこの辺になってます、うん、こんな感じで今週は見ていこうかなと思いますね うん、こうするとお、やっぱりレンジオプション引けないことはないんですけどもお、やっぱりこの間にゾーンを設定してですね、で、ブレイクエントリーを目指していこうかなっていうふうな戦略になります。まあ今日お話しすることは以上で終わりです。<laughs> 短いでしょ。うん。だからだいぶ見やすくなってきたんで、こっからはいつも通りの戦略を立てるだけなんですよ。だからこういうのがね、ドカーンと出ちゃうと分かりにくかったりするんですけども、まあでも、いずれこういうふうなレンジに収まっていって、 そのレンジで戦略を立てて、えー、ブレイクアウトを狙うって感じで。ブレイクアウトの後はトレンドが発生したりしますので、発生しないこともありますけどね、発生したらラッキーラッキーでね、えー、ずーっと、おワンサイドゲームができるということになります。以上です。で、えっ、ー、と、ちょっとね、私今後考えていることを簡単にお話しときます。えっ、ー、と、50歳にもうちょっとしたら私半年ぐらいになるんですよ。で、えー、もう始めてますけども、50代では FX を かなり比重重くやろうと思うんですよね。これは自分の資産を構築するっていう考え方よりも、まあ、私の FX の成績はこのまんま、あ安定していけばいいなと。それこそ年商でね、年収とかで1億2億を FX で、というふうには考えてないんですよ。うん、そこまでしちゃうとかなり FX にね、えー、時間も取られちゃいますけれども、そこまで行くんじゃなくって、今度はね、 あの、FX のこういった相場解説の伝え方ですか伝え方を、主観的にも客観的にももっとね、ええー、もう分かりやすくしていきたいなと思ってるわけなんですよ。で、その一つとして、当面考えてるのは、あの、なんですかね、投資助言業ですね。これを避けては通れないかなと思います。投資助言業っていうのは、あの、資格なんですよね。うん、いろいろと、 調べてみたんですけども、調べてはいるんですよ、ずっと。その中で、皆さんにお伝えするとすると、簡単にですね、言えば、この投資助言業っていうのは、まずは申請に15万いるんですよ。ね、15万いって、なんやかんや書類とか審査とかがあって、で、投資助言業,業,業を、本当に正々堂々とやろうとしたら、あのー、教託金を500万出さないといけないと思うんですよ。うん。まあ、その教託金500万全く問題ないんですけども、まあ、そうなるとね、 本当に本格的な事業や指導とか、時には、まあ、一定のお金を預かったり、預けたりとかして、やり取りするってことになります。もちろん、投資のお金をですよ。そういった世界にも、自分も、まあ、手をかけてるんだなと思ってるんですよ。で、今までみたいな、その、教材の販売とかね、 ええー、まあ、個人的なアドバイス、ええー、コンサル程度でしたら、ここまでいかないんですけども、まあ、そのぐらい私考えてね、この50代っていうのを過ごそうと思うんですよ。10年間、どのぐらい、ええー、正々堂々とね、FX の市場者として、同世代を真似、あの、導いていけるのか。特にね、ロスジェネ世代に FX で、大ホームラン打ってもらいたいなと思うんですよ。もちろん、100人が100人全員がね、FX で逆転できると思いませんけども、でも、1人でも多く、 FX で人生の活路を取り戻していただけるんでしたらいや私はねそういう人たちと一つの軍団としてチームとしてね、えー、今後の人生の後半から終盤にかけて深い付き合いの仲間を作れると思うんですよ FX をちょっとやってあとはお互いの趣味や喜びにグルメに温泉になんかね <laughs> ん浸りたいなと思ってるんですよね ま、言ってみれば、みんなで家族みたいな感じです。リアルな家族がいる人もいない人も、全員で昭和の古き良き時代をちょっと思い出したりとかね。なんかこう、若い頃の夢を、今だからこそもう一回やってみるとかね。そんなことを考えております。はい、ちょっと、余計なことっていうかね、関係ないことをお話ししましたけどもね。ねそういうふうに考えて、FX オリガルヒってのを考えてるってことですね。 えー、じゃあ、あ今回は以上です。また詳しく FX オリガルヒのコンテンツは流させてもらいます。ありがとうございました。